続いてはラジオネーム土屋隆之。おもろい、おもんない、中間の3つに分ける。で、1日寝かして次の日もう1回読むと、ほんまにおもろいか分かるようになってんねん。相当お笑い野郎だな。おもろいだけが正しいんや。絶対こいつおかしいですって。やるだけやって追いつけたらそれまでじゃ。その際に何があんねん。地獄やの。この地獄で生きろや。